今回は堀ゆめ子さんの作品をご紹介したいと思います。堀さん、こちらのとても綺麗な美しい色の古布を使った素敵な作品ですけれども、特にこだわったところとか教えていただけますか？はい、ありがとうございます。そちらは江戸時代の紅花染めの絞りの布と明治時代の江戸ちりめんを使って教えの立ち雛を作っています。はい、素晴らしいですよね。ありがとうございます。色も本当に落ち着いた素敵なデザインですし、はい、素敵です。そしてまたこちらは、とてもまた艶やかなお着物と、それからこちら羽子板です、ね、はい、つまみ細工を使ったくす玉の羽子板です。はい、本当に堀さんは綺麗に作られるので、とても本当にいつ見ても素敵な素晴らしい作品でありがたいと思っております。はい、ひな店も随分長いお付き合いになって、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、本当に細やかに作られていて、こちらのくす玉も、それは小さいつまみ細工ですね。ね、すごい綺麗ですよね。まあ、晴れの日をテーマにしたり、節句だとか、あと成長祈願だとか、そういうことにテーマを置いて作ったりしています。あと布は現代の布を使ってるものもあるんですけど、はい、織り交ぜて、あ、はい、ですね。あとこちらは吊るし飾りということで、はい、小ぶりな傘の仕立てにしています。あ、はい、鳩車だとか、子供の、なんていうの、早く成長するようにとか、ダメ子供の成長を願って、ね、可愛いものを作ってるんですけど、はい、可愛いですよね。この子、お馬さんもとても可愛くて、春駒ですね。あ、いいですよね。はい、本当にとても繊細で美しくって、これはもう一般的な誰でもが作れる型紙から作ってるものなんで、皆さんが簡単に作れるものなんですよ。あ、そうなんですか。型紙があってもなかなか素人には無理なんですけど。大丈夫です、これカルチャーで2時間で作れちゃいますから。ワンアイテム。あ、そうですか。お教室はされてるんですか？はい、だって大阪ですか？大阪です。はい、もしご興味がありましたら、ぜひこちら堀ゆめ子さんの方までご連絡いただければと思います。今日は堀さん、ありがとうございました。ありがとうございます。今年もお世話になりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、概要欄に作品の詳細を掲載しております。ぜひそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。